セブンカードスタッドとは、スタッドポーカーの一種。ディーラーは各プレイヤーに、裏向きで2枚表向きで1枚ずつカードを配る。サードストリートという、表向きで1枚配る。フォースストリートという、表向きで1枚配る。フィフスストリートという、表向きで1枚配る。フフスス配るシックスストリート、またはターンという、裏向きで1枚配る。セブンスストリート、またはリバーという、 残った人が手札の役を公開する。フォールドしなかったプレイヤーに配られた7枚のカードから5枚を選び、ポーカーの役を作る。この役の強弱で勝者が決定する。テキサスホールデムが広まる1970年代までは、世界中で最もよく行われるポーカーの一つだった。現在でもアメリカ合衆国において、ホームゲームやアメリカ東部のカジノではよく遊ばれている。 セブンカードスタッドでも、ハイローポーカーがプレイされるため、ローポーカーを含まないものは、セブンカードスタッドハイ、ハイローポーカーの場合は、セブンカードスタッド、ハイローと示される。ローポーカーのみのセブンカードスタッドおらずと呼ぶ。A、サードストリート A、フォースストリート A、フィフスストリート A、シックスストリート A、ターン A、セブンストリート A、リバー A、7、 カードスタッドハイ A7 カードスタッドハイロ A ラズありがとうございます。